MBR-2 アイロフロートの MP-11938 年、ヤルタのシルサにて、MBR-2 は1935年にソビエト連邦海軍により運用が開始されたソビエト連邦のベリエフ設計局が製造した多目的飛行艇である。いくつかの世界記録を樹立し、K の愛称で呼ばれることもあった。1365機が生産され、 そのうち9機がフィンランドと朝鮮民主主義人民共和国を含む外国で使用された。MBR-2 はゲオレディ・ミハイロビチ・ベリエフによって設計され輸入された BMW-6Z エンジンを搭載して1932年5月3日に初飛行した。1934年に登場した生産型は BMW-6 のライセンス生産型の ミクーリン M-17 を搭載し、車輪、または、スキー降着装置を装備することができた。ベリー F はまた、商用旅客機型の MP-1 を設計し、MP-1 は1934年に、航空会社で運用が始められた。さらに貨物基板の運用が1936年に、開始された。1935年に、 ミクーリン AM-34N エンジンを搭載し、閉鎖型コックピットと背部の重刀を備え、垂直尾翼が増積された改良型の MBR-2 ビスが開発された。1941年までこの型で生産が続けられた。MBR-2 と同様に、MBR-2 ビスにも商用の派生型 MP-1 ビスが設計され、 1937年に運用が開始された、諸言性能武装。ありがとうございます。